ミッチョは、日本の男性プログラマー。数々のフリーソフトウェアを開発、公開している。本名、田ルケン。5歳の時に、エンテックス MAC ミニコンピューターでプログラミングを、始めた。その後 PC、PC-6001、PC-6001 ムキー、PC-6001 ムキーソウル、MZ-80 などを経て、小学生高学年時より、 MSX にてゲームやマルチメディア作品などの制作にのめり込む。小学校で日本語を習うより早くコンピュータ言語を覚えてしまったため母国語はベーシックなどと話している。小学生時代に映画トロンを見てその世界を実現したいと考え 3DCG や人工知能の勉強を始めた。その後ミストやドゥームなどのゲームに感銘を受け、 現在までそのコンピュータに接する信念の根底となっている。さらに、大学時代に映画マトリックスを見て、以後、その世界を実現するということを目標としている。学生時代は主に映像作品を開発することに力を注いでおり、フラクタルなどを使ったデモンストレーションを開発していた。高校生の時には、MSX を使った CG と実写を組み合わせた。 学校紹介の映画を制作、北九州市内にて上映を行っている。幼い頃より多趣味であり、小説や詩などの執筆、絵画制作、写真撮影なども行っている。一時期はカメラマンとしてアート作品の制作も行っていた。また、オカルト、宗教、ヨガなどにも造形が深く、これがその描き出す独特の世界観に大きく影響している。 戦術神秘学会とは、みっちょが主催する研究団体。占い、心理学、宗教、超常現象など幅広い分野にわたるメンバーが、お互いを認め合い議論を交わすことで、絶対的な真実を見つけることを、活動目標とする。ありがとうございます。